7日、雄物川町の雄物川南小学校で入学式が行われました。今年のピカピカの新1年生は23人。お兄さんお姉さんの拍手に迎えられて、みんな元気に入場です。先生に名前を呼ばれて大きな声で返事をする新1年生ですが、表情はご覧の通り、みんなちょっと緊張しています。そんな新1年生の緊張、お兄さんお姉さんたちが和らげてくれます。入学おめでとうございます。おめでとうございます。2年生のみんなが大きなボードを使って楽しい学校の行事を紹介すると、今度は6年生が元気いっぱいに体育館に入場。6年生全員で軽快なリズムのよさこいソーラン節の踊りを披露。新1年生に笑顔がこぼれます。ピカピカの1年生の皆さん、学校生活を元気いっぱい楽しく過ごしてください。